ご覧いただきありがとうございます。ライカリペアサービス店長の松下です。今回ご紹介するレンズはズミタールの 5cmF2 になります。大きめの大口径の明るいレンズになってますね。 50mm の。はい、では、はい、じゃあこちらレンズキャップ付属してます。後ろだけですけど、はい、じゃあまずは外観から見ていきましょう。まあね、若干それはね、まあ使用上、まあ古いレンズなんで仕方ないですけどね、特に問題ないですね。あとよくあるのが、この線に沿ってボールベアリングが入って振動されるんですが、それがずれてよく傷がついているのがありますが、これは特に問題ないですね。すごいものはガリガリガリって筋がついているものがよくありますが、これは問題ないんでご安心ください。はい、振動もスムーズに問題なく振動します。はい、ではこちらは当店で分解清掃済みで、絞り羽の方も油置きなくとても綺麗です。はい、こちらの絞りも非常にスムーズですね。ヘリコイドですね。こちらも、はい、軽すぎず重すぎず適度のトルクがあってとても気持ちよく動作します。はい、光学系も非常にすっきりしておりまして、まあ気泡がありますが特に問題はないです。特に曇りも前玉の傷もほとんど若干ある程度ですね。でコーティングもしっかり残っておりまして、実際に撮影しましたが特に問題はありませんでした。はい、はい、では以上、ズマール 5cmF2 のご紹介でした。あ、ごめんなさい、ズミタールでした。 5cmF2 のご紹介でした。ご覧いただきありがとうございました。よろしくお願いいたします。